すごい霊力だ。もしかしてパレブーさんが身体なのか。ワンチャンある。オオカミ、おや、オオカミではないざますか。ちょうどよいざます。オオカミ、もう一度ミートをやるざます。そんな時間ないのよ。え、また俺がメイドインですか。お客様が多く見られていて、猫の手でも借りたいところなんざます。だからグリシーの怒っとったんかな。そうですね。ナポレオン、あ、猫か。上か。なんか無駄に時間過ごされるかな、また。何をすればいいんですか。少し時間がありますから、俺でよければ手伝いますよ。やってくれるざますか。それではまず洗濯にお掃除の、お部屋の掃除めっちゃかかるやん。その後はお風呂を沸かして食事の用意に靴磨き、失礼しますのパターンやこんな。そんなにやってる時間はないですよ。そうざますか。ならローラと二人で、二人？もっといっぱいおったやん。手分けして頑張るざます。ではお仕事に戻るざますから、大神も出ていくざますよ。ではごきげんよう。え、ほっといていいの？二人で、え？ん？霊力計測値の針が低い値になっている。あ、壊れてた？バグ？そうか、タレブさん、メイドの仕事をしてる時だけ霊力が上がる。え？能力者やん。ふぅ、タレブさんが身体にならなくてよかった。そういう問題？年齢的な問題かな。キネマトロン触りたい気持ちもあるけど、霊力測定すいません、霊力測定したいから外をぶらついた方がいいよね。時間的にはあと1回行ったら花屋が帰ってくる。エリカとか教会とか行ってみる。エリカどこにおるんやろ。やっぱ部屋かな。結構遠いな教会。あの坂水さんとかは良かったかもしれんね。まだ若いし。ここには霊力計測器に反応する人はいないみたいだな。普通に外した。ここの神父さんでも測っとけばよかったな。じゃあ花屋に行ってお使いを。あと2カ所ぐらいしか行けんね。45分でここで50分なる。あ、帰ってきてる。あ、花屋のコルトさんが店にいるな。霊力を測っているかな。お使いは測るか。コルトさんに照準合わせて。あるんかな。少しは霊力があるみたいだけど、隊員には無理だな。あー、結構一般の人でもなんかゼロではないんやね。かわいい。いらっしゃいませ、お前さん。あら、女の子へのプレゼントですか。あ、いえ、シャノワールで使う花束の注文に。はい、かしこまりました。毎度ありがとうございます。あ、こんぐらいの距離感なんだ。花の注文もするんだし、一旦シャノワールに戻るか。あ、終わったやん。ん？あれは花火くん。墓地の方に行くのか？やっぱり強制終了か。花屋。あ、次回予告で見てたやつ。どうしたん？花火くん、どうしたんだろう。お墓なんかに寄り添って。お墓参りかな。でも、なんだか幸せそうな顔しているけど。いや、よくないやろ。このまま、ステイじゃね？声かけたら下がりそう。何をしてるんだろう。気づくかな？早く。はあ。早くあなたのそばに行きたい。死にたいってこと？おい。フィリップ。私を連れに来て。やっぱ、いいなずけレベルの人か？あの、花火くん？びっくりするやろう。なんでこんな子にいるんですかって。失礼します。こうなるわな。
ほこうなるわな。はあ、言ってしまった。なんだか様子が変だったな。ここがお参りしていたお墓か。フィリップ・ディ・マール・ブランシュ、花火くんの知り合いか。何か書いてあるな。フィリップは花火のために生きた。やっぱ言い名付けかね。どういうことなんだろう。ん？これは写真。花火くんが落としたのかな。この人がフィリップか。結構大きいね。とりあえず彼女に返さないと。いや、かなり距離近いな。やっぱ言い名付けで正解か。あ、逃げていく。グリシーヌンチやよね。どこ行ったん。サーカス？あ、おる。え、飛び込む気？花火くん、こっちの方に歩いてきたと思ったんだけど。あ、橋の上にいたのか。あ、なんだか様子がおかしいな。花火くん、まさか身投げを？これしかかん。後ろから抱きつきます。ダメだ。早まれだ、花火くん。下がるかな？あかんて。お前行く気？あ、勢いがつきすぎた！うわぁ行ったわ。どうやってもこうなった。あぁ、えらいことになった。あの時を思い出させてしまったか？ああ、セーブかと思いきや。黙ってしまっとったわ。ぶっ倒れた。あ、喋ってる。何？まあ、やっぱ大事な人が亡くなったばっかりだから、ずっとこんなんなんやろうな。服もずっと喪服やしね。花井くん、大丈夫か？あー、グリシーヌに怒られそう。めちゃくちゃ怒られそう。キコ、やってくれたな、つって。とうとう、おのね真っ二つになる。気がついたようだね。驚いたよ。川から上がったら、花火くんが倒れているんだもの。にしても、すげえ悲鳴あげとったね。生きとるよ。ああ、大丈夫だよ。怪我もしてないよ。なんかもうだいぶ死にそうやけど。声が細。死にたいらしい。すごい下見とる。まあ一応攻略対象だから、この状態から大神のことを好きにできるんやよね。花火くん、どうしたんだい。なんだかおかしいよ。ご心配には及びませんわ。なんでもありませんから。全然。なんか最初からもっと暗い設定で来てほしかったね。あの、初めて出会った時からね。もっと表情もなんかこのうつろ気味で暗い子なんだなっていう。急になんかこうなったからなんかすごいギャップを感じるわ。そうかい。あ、そうだ、これ花火くんのだろ。あ、写真ね。返してください。あん、こうだろうな。墓場です。もう写真をバッて通りそう。いや、あのお墓で拾ったんだけど。お、赤くなった。すみません。なんかもう情緒があれやな。失礼します。この先まともになっていくんかね。にしても花火もシャノワールでデビューすることになるしね。でも全然展開覚えてないわ。花火くんがあんなに慌てるなんて、一体どうしたんだろう。ああ、
測るの忘れとったな。ん？携帯型霊力計測器もこんな長かった？携帯型霊力計測器も壊れたのかな。計測幅の最大値を超えてしまっている逸材。あ、そっか、てか水の中飛び込んだったんだ。それで壊れた可能性大いに考えられるしな。くしゃ、俺も一旦服を着替えてからシャノワルに行くか。アパート近いしな。いや、花火もう相当やばいやん。死にたいとか言っとったよね。 あなたのとこに行きたいか。あにしてもセーブ画面で、え、フルボイス珍しい。で、そう、セーブ画面で花火がウェディング姿でいてたんですけど、やっぱりその、いいなずけっぽいっすね、フィリップくんは。そりゃ死にたくなるわな。で、急なフルボイス、珍しい。ヒューヒュー。お疲れ様です。メルモ。どうしたん？メルくん、シーくん、ただいま。どうしたんだい？フルボイスでどうしたんだい？本当に。何？珍しい。聞いてませんけど。あ、そうだった。じゃあ、いただくとしようか。お茶。お、コクリコ。お茶するって。コクリコもフルボイス。今から何が行われんの？なんかすごいちゃんとしたイベントが始まるね。フルボイスで。お茶の後で、どうしようどうしよう、どうしよう。怒られるか？メルシーに。わかった。すぐに行くよ。あー、しまった。お茶行ってからでよかったか？さすがに。あ、行ってたのか。ちゃんと目の前でこういう会話が、そう、聞かれてるんだったら納得してくれるかな？ごめんって、これはコクリコに対してちょっと不満言ってんのかな。よかった。下がらんくて。なんでフルボイスじゃなくなる。ほらほら、一郎はここに座って。新隊員。あ、ロベリーなことじゃなくて、花火はまだバレてないよね。その、すごい霊力値があるってことは。で、どうなの？新隊員って見つかったの？珍しい。ロベリアすげえ安そう。まあ、グリシニーとロベリア一番遠くにしてあるのはちょっと考えてあるね。エリカが隣と、一応ね。あ、そういえば、花火さんなんて新隊員どうですか？お！なんか分かってんの？エリカは。感じるんかね？霊力の強さみたいなの。どうだろう、花火くんの霊力はきちんと測れなかったからな。まあ、水ドボンして、機械が壊れたとみなしてもいいもんね。前回の状況は。花火は戦いに向かう。それよりも身体について真剣に考えろ。いや、考えた結果よ。どうでもいいじゃねえか。私の給料を倍すれば二人分働いてやるよ。結構たんまりもらっとったけどな。あれでさらに倍？そうだな。花火くんのことも気になるし、身体員のことも大事だし。これ、急な選択。あ、会話正当？一番乗り気なのというか、この先のことを考えると花火のことを言ってるエリカか？花火さんならみんなも知っていますし、きっといい隊員になりますよ。そもそも霊力の問題あるけど、やっぱりエリカはなんかふさわしいと感じてんのかね。花火だって？私はそんなやつ知らないね。まあ面識は一度もないわな。あ、そうでしたね。ロベリアさんはメイドをしていませんものね。前々回ぐらいか。グリシニズンチは3話やね。あ、花火くんといえば今日お墓であったよ。グリシーの反応するかな？言うな。今は身体についての話をしているところだろうが。
誰かのお墓参りをしていたんですかね。なんだよその花火ってやつは。全然話が見えてこないぞ。グリシーヌの友達で優しい人なんだよ。あと日本人。なんだかよくわかんねえな。どういうやつなんだ。これはグリシーヌ喋ってくれるか。一番知っとるのはもうグリシーヌやよね。貴公は身体も探さずに何をしていたのだ。いやそこそこ計測しとったよね。花屋さんとかあともろもろ全部お眼鏡にはかなわんだけど、どうせ街行く女性に声をかけていたのだろう。もっと真面目にやらんか。なんか濡れ衣。苦しいのは厳しいな。分かったよ。隊員の話に戻すよ。じゃあ新隊員なんだけど、支配人の話だとあと一人しか増やせないんだ。そうですか。じゃあ隊員は全員で5人になるんですね。ねえ、あと一人ならさ、花火がいいんじゃない？僕、花火と一緒に戦いたいな。結構仲良くなったんかね、あのメイドをしとった時に。コクリコ、エリカもそうなんかな。ならそいつでいいじゃないか。さっさと退院しまおう、しちまおうぜ。なんか、もう解決しそうやけど。花火には霊力がない。そのような素振りも見せたことがないしな。ほう。クリシーヌが一番近くにいて、こう言うんなら、結構信憑性高いけど。ああ。ただ、あれか？あの、川に落ちた後に、測ったら、バグった。なんて言い方になるんかな。とんでもない数値が出てたってことは今、ここで伝えたら変わるかな。もう一回。少数精鋭とも言うしな。5人という人数がちょうどいいのかもしれんな。ああ、大神入れてか？それに、後部を動かせるほどの霊力の持ち主はそうはいないからね。ああ、ヒント与えんな、大神。うむ、確かに、そうはおらぬだろうな。やはり霊力の高さは必要だ。それで、隊員にするには霊力の高さが問題なんだ。なかなかいなくてさ。ああ、全然ピンときてねえ、こいつ。ねえ、その霊力の高さってどうやって測るの？これさ、って出すかな。そういえば、大神さん、変な道具を持っていましたよね。あれは霊力を測る道具なんだ。あ、治ってるようだな。濡らしたからね。びしゃびしゃに。面白そうじゃないか。ちょっと私たちのも測ってみてくれよ。基準知りたいしね。うむ、どれぐらいが最低基準なのかわかるからな。こん中だとどうだ？ロベリエが一番強いんかな。エリカ結構低そうか？端から行く？今測っとくれよって言ったしね。おい、隊長。私の霊力も測ってみなよ。測ったっぽい。すごい針が振り切れてる。計測不可能だ。やっぱロベリア強いんやね。ま、こんなものだろ。私は危ない橋を何度も渡ってきたからね。ねえ、おがみさん。その機械で花火さんも測ったんですか？お、いいとこ言う。突っ込んでくれる。墓参りをしていたやつか。そっちの話の方が面白そうだな。あ、乗ってくれる。うん。なんだか花火くんの様子がおかしくてさ。そっちの話じゃない。計測した時の話よ。数値。最近会っていませんから、よくわからないんです。でも、気になりますね。で、墓参りなんだろ？誰のか気になるんじゃないか？お前知ってんだろ？グリシーヌかこれ、お前。くどいぞ。この介護の趣旨は何だ？身体についてはついてであろうが。でも、花火のことも気になるからね。だって、友達だもん。あ、そんな関係なん？コクリコ。趣旨外れたよーって。いや、もっとその、数値に関して突っ込んで。もし、花火さんが心に傷を持っているのでしたら、そっとしておいてあげては、エリカあの、花火の数値についてもうちょっと突っ込んでほしかったな。実はとんでもない数値が出てたんだよ、って。ただ、その前に水に落ちてみたいな下りが欲しかったんですけど。
そうだ、こういうことは興味本位で口を出すべきでは、出すべきものではないのだ。そうですね、時間が必要な時もありますからね。いや、フィアンセばっかりはな、確かに。うむ、今は花火のことより身体の問題の方が重要だ。まあでもコクリコは花火欲しがっとるしね。ねえ一郎、花火どんな感じだったの？首突っ込むなって今言われてんのに、グリシーズに。こっち路線で行くとまた怒られるかな。何か思い詰めたようだったよ。でも嬉しそうでもあったな。あの墓場にちょっと寄り添ってる時か、あなたのそばに行きたいですみたいな。どういうことなんだろう、お墓参りが楽しいのかな。花火のことはもうよい、私が何とかする。いや、どんどんフラストレーションがどんどん溜まっていく。それは違うよ、僕だって花火のことが心配なんだからね。花火くんか、俺もなんだか気になるんだよな。花火に聞いてみようよ、力になりたいって言ったら教えてくれるよきっと。全然違うとこ行ったな、グリシーン怒るぞこれ。でもそっとしておいてあげた方がいいような気もするんですけど。いいじゃねえか、面白そうな話なんだからさ。花火のことはいい、これ以上話すなら私は席を立つからな。やばいな、いよいよ。グリシーヌか、じゃあもう横の3人。あ、でもエリカはほっとこっとるしね。エリカもワンチャンあるか。コクリコとロベリアはもうないな、このタイミング。もうパリには耐えになれる霊力の持ち主はおらんのか。案外この路線で、あの飛び込んだ時の数値の話できるかな。あ、そうだったね。あー、ダメだ。今思いついたかと思いきや、身体の話をしようか。まあ、あとは地道に探すしかないのかもしれないな。そうですね。パリ中の人、一人ずつに霊力計測器を使って。日暮れるな。年が暮れるか。バカか、お前一人でやってるよ。エリカ、それじゃ何年経っても見つからないよ。ねえ、本当に花火はダメなの？コクリコを押したのが早いんかな。いやー、でも、根拠がないとね、霊力が高いっていう。しつこいぞ、コクリコ。新隊員はパリ歓議団の今後の問題でもあるのだ。どうしよう。失敗したらもうグリシーヌ席立つって言ったしな。エリカなんとかして。頑張りましょう、おかみさん。私も一緒に、あ、なんかもうこっちの話題で言っとるな。私も一緒にパリ中の人を測りますよ。ありがとう。その時はよろしく頼むよ。ここで着地。よし。では結論は出たな。今後はみんなで街を、見回るとしよう。うわ、失敗した感じがする、絶対に。で、もう少しお菓子がありますけど、他の人とお話ししてますか？いや、続けよう。そうだね、他の人の話も聞きたいからね。あ、なんか別の感じか。この4人でまだ続けるんかなって思ったけど。じゃあ私もお菓子食べてますね。あ、園長来た。もうグリシーナ納得した感じがするから、コクリコは押してけば花火路線に戻るか。新隊員か、僕はやっぱり花火がいいな。これはただ仲いいからって引っ張っとるだけやしね。ねえグリシーヌ、僕もすごく心配なんだ、花火のこと教えてよ。あ、これはいい聞き方。ダメだ、お前たちには関係ない、この話題はもういい。やばい、なんだよ、自分ばっかり花火のことを心配する顔してさ。やべえ、喧嘩が始まってきた。わかった、私はもう席を立つ。うわぁ。花火のことは二度と口にするな。わかったな。納得しなかったわ。花火のことはお前たちが考えるってほど単純なことではないのだ。
がっつり下がったな。グリシーヌ怒っちゃったね。グリシーヌばっかり聞けばよかったんかな。いやーお前も下がるんかい。僕たちが花火の話ばっかりしてたからかな。あの女いつも怒ってるじゃねえか。気にしたら負けさ。エリカも下がる。でもグリシーヌさん、なんだか悲しんでたようにも見えました。そうだね、分かった。俺がグリシーヌと話をしておくよ。じゃあ今日はこれで解散しよう。うん、お願いしたよ一郎。二段階以上下がった全員。今回の戦闘結構きついんじゃね。いや、花火は仲間になるのか。花火メインで戦う感じかな。なんでここだけフルボイスな。にしても、あ、たった今ね。それよりどうしたんだい。うん、さっきお話が終わったらお茶にしましょう。そう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 、これはこれで下がりそうやけど勝手に。あ、そうだった。じゃあいただくとしようか。もうタポンタポンじゃねえ。さあ、隊長、ここにおった。あ、聞きたいことがあるのだ。今からお茶し、お茶しばきたいんですけど。花火のことはもう公言するなっつってどっか行ったのに。あ、俺もグリシーヌに花火くんのことで聞きたいことがあったんだよ。ならば場所を移そう。あー、お茶が、お茶が、あー下がりそうこれ。やめて。うわ、ダメだ。絶対下がるこれ。お茶の後でいいかい。何度も誘われてるんだ。バカタレがって言われそう。こっちは上がるかもやけど。こっちは上がるけど絶対下がる。隊長、大事なことなの。はい。すまぬがティータイムを後にしてもらえぬか。下がりはせんかったけど、無難に行けたか。はあ、わかった。ごめん、二人とも。お茶はまた後でね。すいません。夜になるんじゃない、もう。今日は平日かな。ここなら誰も来ないだろう。まずは気候の話から聞こうか。うん。また稼ぎに行かないと。グリシーヌ、フィリップという名前に心当たりはないかい？フィリップだと絶対知っとるよね。はあ。なんで。キコ、その名前どこで聞いた？急に胸ぐら。どこってお墓に書いてあったんだ。花火君がお参りしていた。花火はキコにフィリップのことを話したのか？直接はないかな？いや、聞いてない。苦しいよ、苦しいね。もう首締まっとるもんな、そのネクタイギューってやっとるから。すまぬ。取り乱してしまった。いや、グリシーヌはグリシーヌでなんかすごいね、花火に対して。よっぽどの仲なんだね。ただのね、留学先で、付き合いも一年足らずなんかなって思ってたけど。このレベルはもうなんか幼馴染とかそんなレベルじゃないね。グリシーヌ、何か知っているんだね。フィリップは、花火のフィアンセだ。ああ、やっぱり、ここは正解でしたね。まあ、花嫁姿見せられたらそうなるわな。いい名付け。なんだって?しかもちゃんとした恋愛を経てのフィアンセかな。あの感じ。うお。花火の婚約が決まった頃、私たちは三人でよく遊びに行ったものだ。いつのグリシーヌ、めちゃくちゃすごい、いい格好してますけど。スタイル良すぎ、そして。花火とフィリップの仲の良さは、この私から見ても微笑ましくてな。にしても花火の素朴さよ。もうザ、日本ね、日本女性って感じやね。清楚で。この幸せがいつまでも続くと、そう思っていた。だが、あの日、フィリップは、船の事故やんな。
彼を失ってからずっと花火や喪服を脱ごうとはしない。ああ、喪服だよね、やっぱり。そうだったのか。それで花火くんはあのお墓に寄り添っていたのか。グリシーヌも花火くんの話があるって言ってなかったか。もういい、聞こうと同じ話だった。では失礼する。ああ、花火には婚約者がおってなっていうくだりね。このことは郊外無用だ。あ、わかった。にしても新隊員は関係ないもんね。これ花火を加入させようって流れにはなってないから、どういう流れになるんだろう。そうか、あのお墓はフィアンスのだったのか。グリシーヌも花火くんのことが心配なんだな。だいぶ付き合いが古いんやね。じゃあでも、もう残すとこカラスのやつしかおらんよね。オープニングのムービーでも出とった。そうそう、こいつこいつね。これ舞台の上？ほう、シンプルに剣士。なんと悲しく滑稽なるかな、凶楽にうつつを抜かす人間たち。はあ、劇場に来てるお客さんのことか。教えてやろう、幾千の火を灯しても消えぬ闇があることを。何する気なんこいつ。劇場の電源でも落とす？見せてやろう、幾千の朝を迎えようともサメの夢があることを。何を言ってるかわからん、この舞台で聞くような言い回し。闇は夢と同じもので紡ぎ出され、喜劇は悲劇となる。はあ、そうなんすね。今宵こそ会おうぞ我が君よ。我が君、まだボスは出てきてないもんね。グリシーヌ、ここに引き裂かれし我の心が、闇にささやく乙女の心が。何か探知された花火のことを。それだけ負のオーラをまとってるってことか。おる、覚えていますか、あの日のこと。毎日こんな感じなのか。フィリップが亡くなってからだいぶやばいな。さあ、やば、見せるがよい。なんか窓開いてね、右側の。願いをいざ我に。連れ去られるこれ。ああ、何か催眠でもかけられたか。来てくれたのフィリップ。夢か。お茶を入れてくるから座って待ってて。まだ生きてた頃の幸せな時。花火、ああもう目がなくて目が見えなくてもイケメンってことがわかるね。おお、はい、つい最近のかな。めちゃくちゃメスの顔しとるやん。いい匂いだね、花火。ちくしょう。花火がそばにいてくれれば、僕はそれだけでいいんだよ。ああ。かわいい花火。やっぱ外国人は、いつも優しく、素直な、微笑んでいておくれ。こういうことを平気で言っとるんやね。日本人じゃ、こういうことね。直球で言えんからね。言っとる人もおるかもしれんけど、外国人ならもう毎日でも言ってそう。こんなもなにヒロインというか攻略対象になっとるのもなかなか酷やよね。ね、私はあなたのそばから二度と離れない。これをね、大神にときめかせるってなかなかのことやけど、そっとしててあげよう、本当に。ついに、ついに見つけたぞ。この乙女こそ、我が探し求めた君。あ、これが君。ラスボスのことかと思いきや。森よりも暗き日合い。
やっぱ何か催眠かけられそうやな。そして死。死。まあ望んどったからな、あなたのそばにって。旅立った恋人を愛するがゆえに望まれる死。完全に合格ってことか。か弱き心に、あどけなき胸に、なんと罪深き闇が渦巻いているのか。すごいね、考察というか。なんかオーラみたいなもんでもうそこまで探知できんの？なんと美しいの。これこそ我の求めていた闇。闇。新欲のごとき、我が君よ。ああ、持ってかれそう。カラスか。ああ、絶対そうやろ。花火がさらわれたってなりそう。お家に帰ってきて、フリード。ん？もう出動かな。ネマトロネ通信、怪人が現れたのか。うん、ムッシュかな。あ、クランボです。間に合ったようだね、ムッシュ。まだアパートにいるんだね。うん、間に合ったって何。